皆さん明けましておめでとうございます。霊夢です。マリサだぜ。今日はお正月ガチャをやるよ。何回引くんだ。40回のつもりだけど、コンプしたら終了だよ。そう簡単にいくかな。私は信じてることしこそは運があることを。今までの人生に運がなかったのか。そんなことないもんね。まあ今年初めてのガチャにチャレンジだ。頑張って引いていこうぜ。今回のラインナップは星8のアマテラス、カンナ、星7のホルス、星6のレイラン、ヤマタケ、星5の半蔵、ミツキだな。金枠は？たくさんだぜ。金より金だろ。それはそうだけど、何が出るかな？金。かぐや姫だね。まあ最初はこんなもんだろ。早く引けよ。いつもドラゴンが出てきてから10秒くらい待つんだよ。金。メジェドラだね。引き方なんて関係ねえ、どんどん引いてけ。そんなことないよ、きっと信じていれば思いは届くさ。視聴者の皆様に迷惑だろ。まあゆっくりしようよ。そんなボケはいらねえ。いいからさっさと引け。金だ。気になる中身は。やったレイランちゃんだ。そんなバカな。きっと私の思いが運営さんに届いたんだよ。気になるステータスは、覚醒9個持ちだね。いつまで黙っているのマリサ。まあこんなこともあるさ。次はこうはいかないぜ。ここで頑張って金を出す。そりゃ。金。サンダルフォンだね。今のところかぶりなしか。覚醒がすごいよ。じゃあ次行ってみよう。またおまじないするのか。運営様、私に金の卵をください。やあ。また金。気になる中身は。レイランさんか。とうとうかぶっちまったな。2体までならオッケーだよ。育成が大変だな。気長にするよ。あと35回頑張って引いていかないとね。今のペースだと時間食っちまうぜ。ドラゴンさんなでなで。意味あるのか。やるだけやるよ。そりゃ。金だ。よかったじゃねえか、またレイランだぜ。さすがに3体もいらないよ。タンスの肥やしに決定かな。贅沢なやつめ。少しはペースを上げていかないと大変だぜ。金。かぐや姫だな。とうとう銀でもかぶり始めたぞ。大丈夫、まだまだこれからだよ。まだ23回回せるんだから。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。と。金。メジェドラだな。いよいよ雲行きが怪しくなってきたぜ。まだ大丈夫だよ。それに考えがあるし。どんなだ。その時のお楽しみだよ。てぇ。金。かぐや姫だな。まだまだ大丈夫だよ。その余裕がわけわからないが、とにかくすごい自信だぜ。金でろ、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 金でろ。それで出たら苦労はしないぜ。えいやぁ。金。かぐや姫出すぎだろ。ここからはちょっとやばいかもね。どうしたんだ急に。むしゃくしゃしてやった？反省はしない？でも他の投稿者さんたちは今のペースが普通なんだがな。天狗さんですね。隣の子が可愛い。まったくだぜ。どっちが主役かわからないもんな。引き方変えて運が変わったな。でもここで一旦落ち着こう。うーや。落ち着いても変化ないと思うぜ。また天狗だね。かぶっちまったが本当に問題ないんだよな。かぐや姫以外問題ないよ。
さっさと引こうぜ。赤子なくとも蓋取るな。いろいろ知ってんなお前。マリサがボキャブラリー少なすぎるんだよ。そんなことねえよ。サンダルフォンだね。かぶりがばらけてきたな。よし、どんどん行こう。いつまで待たせるんだよ。まだだよ、もう少し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 。金出たー、レイランさんはいらないよ。ホルスじゃないかよかったな。でも、できればさっさとカンナが出てきてほしいよ。星8だぞ簡単に出るかよ。お前もう少し引くペースを上げろ見ているこっちが疲れるわ。もう、マリサは短気だなぁ。40回しか引けないんだから慎重に行こうよ。結果が伴わなければ意味がないんだよ。サンダルフォンか。おい、もうボックスがいっぱいじゃねえか。どうするんだよこれ。だって、ボックス拡張って、魔法石使うじゃん。だからもったいなくて。売っていくのか？いや、ある程度は合成するよ。まず残しておきたいモンスターにチェックを入れて。さっさとしろよ。もうちょっと待って。では、合成したいキャラを選択して。かぶったモンスターを選択して。チュイーン。レベルアップと覚醒スキルが同時に上げられるのさ。モンポにしてタマドラを買う選択肢は。どうせ銀は売っても3000だから覚醒の上限まではこっちの方がメリットが高いんだよ。それに、さらに運がいいとスキルも上がるしね。上がらなかったな。スキルアップ3倍でもそんな時だってあるよ。次はかぐや姫だね。3体合成ではどうかな。ほらスキルレベル上がったよ。偶然じゃねえか。その偶然が必要なんだよ。お次は天狗かな。1体しかいないけど結果はいかに。スキル上がらなかったよ。そんなことはめったにねえよ。ボックスもちょうど空いてきたところだしまたガチャを引こう。でもまたすぐに埋まるぜ。いい加減尺負けよ。そこは堪忍しておくれやす。何やっても出るものは変わらないぜ。それでもやめられない止まらない。お前なら1回だけならまだしも合計40回も引くんだぞ。時間の無駄じゃねえか。それなら無駄じゃないよ。こうしてマリサとおしゃべりができるんだし。なんだよそれ。照れるじゃねえかよ。まあ無駄話に付き合ってよ。お前なあ。かぐや姫5体目。ジッターこっちの話を聞けや。そう怒らずに、短気は損気だよ。お前が怒らせているんだよ。銀が続くね。しかもかぐや姫だし。お前かぐや姫に謝れ。あと22回もこんなことをしなきゃならないのかよ。年に一度のことだし我慢しようよ。その我慢が辛いんだよ。ほら銀ばっかしじゃないか。それにかぐや姫だし。マリサ、さっき謝れって言わなかった。まだ半分も終わっていないのにやっていられるか。それに編集だって大変なんだぞ。マリサ、さっきから言葉が見えるよ。お前がそうさせてんだよ。そら見ろ、またかぐやだし。とうとう姫をつけなくなってきたね。何してんだ。巷で噂の乱数調整おば。
それで結果が出れば苦労はしないぜ。すっごいじゃねえか霊夢星8だぞ。どうした？あまり嬉しそうじゃないようだが。星8が出るならカンナの方が良かったのに。お前って本当に贅沢だな。だってアマテラスはモンポで購入できるんだよ。同じ星8ならカンナの方がいいに決まっている。もう堪忍袋の尾が切れた。こうなったらカットの刑だ。ちょっと待ってマリサ。いや待たない。私の青春がー。はっはは、泣き叫べ。カットされた。これに懲りたら時間を大切にすることだな。こんなところで終われないよ。私は絶対帰ってくる。I'll be back。続くのかよ。編集の手違いでカット中にミツキが出ました。あとは銀卵です。